フードバンクルスクールのレッスン動画です。今日はですね、正しいバランスで立つことと、足の裏に力が入る立ち方、ね、両方について説明します。はい、それでは、はい、まっすぐ立ってもらってます。ちょうどね、お尻の一番下の方、ここを指で両方とも触ってみてください。軽く触っててください。はい、つま先側に体重をかけてみてください。そうするとちょっと緊張しますね、その部分が。張りますね。また真後ろ。今度かかとの方にかけて。また硬くなります。ちょうど柔らかくなって、ふにゃふにゃのところでまっすぐ立ってみてください。はい、ここが正しいバランスポイントですね。そしたら、おへそを引っ込めるようにして前傾しましょう。はい、膝を少し曲げてください。はい、肩の下で手をブラーンとしてみてください。はい、ポンポンポンって叩いてみて。はい、ここが正しいバランスの取れるポイントですね。正しいバランスのいいアドレスを取ってもらったら、今度はね、足裏に力が入る足のグリップ力について説明します。はい、かかとで地面をね、グリグリやってみましょう。バンク入った時みたいな。そう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 。ね。はい、そしたら今度、指先で地面をグイッグイッとこうバイトしてみましょう。グイッグイッてそう。はい、そうです。はい、じゃあアドレス入ってください。はい、そしたら、少し腰を横に動かしながら、足をパタパタしながら、それをミックスアップしてみましょう。はい。はい、そこで、その動きが止まった時に重心を下げて打ちます。グッド。この動作をするとですね、非常に地面をね、掴んで体をひねる感覚が出ます。いいよ。はい、かかとでグリグリして、指先でグニュグニュ掴んで動いて、重心が下がったところでバックスイング。素晴らしいです。